おえ式にあたって10月13日は日蓮大聖人のおえ式でありますが申すまでもなくおえ式は五年半ご入滅の法廉で終門にとって1年の行事中最も大切な法要であります私とも抜廷にとり信徒にとって主であり 死であり、真である末法のご本物の入滅を億年した手祭り、謹んで、ご法恩者徳を申し上げるべき日であるからであります。大聖人は、今を去る、664年の昔、公安5年10月13日、武州池上の胸中の宅において、弟子神と一同うやうやしく異業した手祭り、淡石の度狂小台のうちに、安城としてご入滅は育されたのであります。 御記録によりますると、ご入滅は、脱の時と申しますから、今の8時頃になりますか、その時、大地が振動をしたと特に記されてあります。誠に、末法、悠々、一人のご本物のご入滅に、崩壊、あげて惜しみたてまつった光景を彷彿として忍びたてまつることができます。おえしきにあたって、特に、いくつかのことが考えられますが、 まず、第一に、久遠成就の仏が、何がゆえに、ご入滅をなされるか。このことは、仏法の教えの根本であって、幾百幾千の教えも、結局、この生児の問題の解決を着せられるのが本意でありまして、これを如実に示せられるのがご入滅であります。第二には、ご入滅後、仏はいかになられ、どこにお住まい遊ばされるか。 仏は三座に三人成就すると説かれますが、そのお姿は、どうか、そうして、その住まいなさる場所は、どこであらせられるか。第三には、五入滅後、弟子、神とは、新人修行の上に、いかなる心構えが大切であるか。このことは、大聖人五入滅後、宗門のあり方について、各自の正しいあり方が、 正しい新人修行を決定するということにおいて非常に重要であります。かように問題を挙げれば再現もありませんが、これを要するにご入滅ということにおいて仏法全般の教えの問題を見ることができるのでありまして、従ってもしこれを広げれば、ご一代のご教授の機種もここにあると申すべきであります。日蓮大聖人は、 お一御家道の岩木を消防を立てるということに置かれたのでありまして、消防によって、一切の主張を救い、国を休んずるのを目的とせられました。この旨をお述べなされたのが、立正安国論でありまして、すなわち、消防地国、邪法乱国のおいさめであります。それゆえ大諸人は、すでに、ご入滅の地下をおしめされて、公安5年の9月から、 弟子神徒に対し改めて立証暗黒論をお解きになりその御趣旨をお誘し遊ばされたのであります。邪法が家を滅ぼし国を滅ぼすは教文の解き明かすところでありまた幾多の現象によって立証されておるのであります。消防を建てるにあたってはまず迷信や邪法を退治しなければなりません。これが大聖人の釈伏逆家であります。 しかし、迷神邪教が行われるのは、これを教える者の側に、その罪その責任があるとせられ、諸州の僧侶を特にはしゃくせられたのであります。現在の世の中にあてて考えますと、いよいよ、通説に、このことが感じられます。敗戦後の日本は、どうでしょうか、名神邪教の流行は、実にひどいものでありまして、これが、 ためにに心身ともに人ともも人なるものが数知れずあります大聖人は悪造のために殺されては握手に至らず悪知識のためには握手に至ると教文をとって常に酔いましめ遊ばされておりますが誠に恐るべき悪知識であります私どもは今や一層声を大にして世の中にこのことを警告しなければなりません現在の世間には 宗教を否定する知識階級と、宗教を船舶に考えておる知識階級と、何にも分からず、ただただ苦しさのあまり宗教へ飛び込んでいくものとがあります。宗教を否定する者には、宗教の弊害を見て否定する者と、宗教の存在すべき理由を否定する者と、その主張するところは様々であるが、宗教の弊害を見て否定せんとする人に対しては、我々は、 それゆえにこそ、迷信・邪教を破くして、消防をもって凶化しなければならないということを理解させなければならない。また、宗教の存在すべき理由を否定する者には、正しい宗教によってのみ正しい人生観、社会観、宇宙観が把握せられることを知らさしめなければならない。今日一般の科学においては、 近代の啓蒙思想の上から宗教を見て人生関東は哲学に尽きるとして宗教はすでに存在する理由がないと考えられがちであるが最も正しい人生関東は仏を見立て祀った上に出てくるものでなければなりません仏教におけるシャリホツ尊者の進んだ道と最後の到着した境外が私どもによくこのことを教えています 現在の民主主義についても宗教を知らなければ真の理解はできないと考えられます個人の平等と自由と尊厳とは宗教の信仰の上に立つ者の,のみが如実にこれを悟り得るのであります近代思想は宗教の革新科学の勃興という線に沿って発展したためややもすると宗教を否定するところに 現代の思想を理解することができると錯覚をするが近代思想といえどもその根底基盤は宗教の上に立つものでありますあるいは極端に走ったものは反宗教的な生き方をしておりますがそれらは一時的であり部分的なものに過ぎないのであります妙法蓮華経においては一切主張・思物証と断じ一切解錠物を感ずるのでありますが 個々人のののの平等とと自由と尊厳の世界はここににみ如実に断ぜられるのでありますただ現在において科学の進歩は宗教の人生観と多くの点において相入れないとされますがこれは非科学的自然発生的の宗教がその原始的な姿を維持していくところに矛盾があるのでありましてそれらは当然邪神邪教として廃棄されねばなりません。 合理的なものそれが近代の要求でありまたかくあらねばなりませんこの意においても消防たる妙法蓮華経の信仰こそただ一つの存在であります日蓮大聖人はご一代の間消防である本門のご本尊と本門の階段と本門の大目との三大秘宝を建立し 一切の人をこれによってけどをせられるのを大眼目とせられたのでありますが、それには他の大将、戦後の偏狂な教えや誤った法をはしゃくせられるということが前提になるので、もっぱら、釈福ということをせられたのであります。もちろん、この釈福ということは、他の誤った教えをはしゃくするということばかりでなく、その教えも、その本質の上に、 釈ののを取られたのでありますすなわちこれを自説節ったといって自らを折多行によって起立するのであります仏法においては愚教の放棄に少寿と釈伏との二門があって少寿は松陰幼稚で仮に誤っているものでもこれを許容してむしろ良い面を見て導いていくという方法であり釈伏は 服せしめるの意で誤りを究明し悪を除くというやり方であります。この二つの家道の生き方は拙釈の二門として立てられておりますが、庄司は法華経の安楽行本等がこの法規であり、釈伏は本門の上婦行本、涅槃行等に説かれるところであります。この二門が立てられる理由は時、国 今日のるふされる順序次第と人々の既婚等の相違によって、教益を生ぜ占める上に、その化道の方法と適切なら占める必要があるためであります。そこで、これらの上から末法、今の時を判断いたしますと、時は末方悪瀬であり、人は悪鬼、鈍魂であります。これらの主情に対しては、釈伏をもって望まねばならない。これが、日蓮大聖人の判決であります。 如雪修行書の中に左のごとく仰せられてありますおよそ仏法を修行せん者は少弱二門を知るべきなり一切の教論この二つをいでざるなりされば国中の諸学者等仏法をあらあら学ぶといえども時刻相応の道理を知らず施設式とりどりに変われり夏は暖かに冬は冷たく 春は花咲き、秋は好みなる。春、趣旨を下して、秋、好みを取るべし。秋、趣旨を下して春、好みを取らんに、兄取らるべけんや。ないし、仏法も、また核のごとし。核のごとく仰せられて、末法には、大正千本の教えをせめて、一途に、一条の妙法を売る伏せし、無べきものとし、これ正弱二門の中には、 法華経の釈伏と申すなり、天台の曰く、法華釈伏、覇言門理と、誠にとえあるかな。と断定あそっぱされたのであります。なお、正弱二門について、開目章に、次のごとく仰せられてあります。それ生寿、釈伏と申す、訪問はスイカのごとし、火は水をいう、水は火を憎む、聖寿のものは、釈伏を笑う。 尺福の者は少女を悲しむ、無知悪人の国土に、十万の時は、少女を先とす。安楽行本のごとし、邪知奉暴の者の,の大き時は、尺福を先とす。上婦行本のごとし、内思末方に少女尺福あるべし、いわゆる悪国、破風の両国あるべきゆえなり、日本国、当性は、悪国か破風の国家と知るべし。大商人は、 以上のごと徳、経文の妙経により、末法を判じたもうて、あの御一代の釈伏を展開、遊ばされ、念仏、無権、善、天馬、神音亡国、律国族、国俗天台は、火事の衆、諸衆一切、無徳道とはせられたのであります。これについて、世上、ややもすると大聖人の釈伏、門流の愚教に対して、あたかも、 これを偏京によるがごとくを下断して、宗教は女でなければならぬとして、非難がましく言う人などはある。大聖人の時にも、大聖人の釈伏は強すぎるから、もっと柔らかにやろうといった人々のあったことが御所に出ておるし、また、門流の釈伏に対し、あれは凝っておるからだという悪評も、よく耳にするところであります。所詮、これらは、 よってあるところを知らぬからであります近来はまた宗教の自由ということから宗教はいずれも同じであるからその間論議して争うべきではないという人が随分あるように見受けられるがこれらの人々も結局は宗教を客観的に見ていて言うので自己が信仰してその上から言っておるのではなくかつ宗教に対し真に その義を知ららないからであります私はそのような人に向かって宗教は一切の人をして正しい人生観世界観を確立せしめていかなる境遇にある人をもより立派にしより幸福ならしむるものであることを知らしめねばならぬと考えますもし宗教信仰が人々をして諦めさせたり 苦しみや恐ろしさから逃げさせるだけだというならばそれは方便の教えでも何でもその目的が達せられるからそれでいいと言えますが立ち入って考えてみればそれは全く一時逃れでありしかも真実の消防でない限り方便や偏見による教えは結局人々をして正しい人生から逸脱せしめ麻痺せしめしたがって世の中をいよいよ混乱せしめて 不幸にすするのでありますこのことは従来の世の中においてもそうでありますが今日民主主義の世の中において一層真剣に考えられるべき問題であります民主主義の世の中においては宗教はいかなるものを選びこれを信仰するも自由でありますこの点においてはもとよりそうあるべきでありますしかしもし 宗教をもって他を導くという上にはそこにいろいろの問題が検討されねばならぬと考えられます申すまでもなく民主主義は個人の平等自由尊厳ということが根本を貫く大精神でありますこの上から申して「しからばいかなる個人も平等にして自由であり得るかと申せばそうはいかないのであります」 この点は、日本人は、今、民主主義を誤用しておる点が多くあると思われます。何でも、自分の思う通りにし、またできるのが自由だと考えておるのではないでしょうか。もちろん、真っ向から、そういう考え方を否定することはどうかと思いますが、しかし、その前に、個人の完成ということが忘れられてはならない、必須条件であります。 平等、自由、尊厳、そこには、より完成された人格、それが約束されねばならないと思います。従って、民主主義の精神のもとには、現在が一応肯定されるとともに、より人格向上、完成ということが期待されておるのであります。そこに、生産の発展、教育の近隣、政治への参与等が、しかも、 科学的に絶えず考慮されるのでありますそれゆえ宗教として民主主義家においては個人の人生観世界観を確立してその完成を期するということが重要なる役割として負担されねばなりません。この見地に立つとき宗教は最も科学的合理的で真実かつ正しき教義でなければなりません。 そうでなくして、もし方便や言郷等、非科学的、不合理なるものをもって指導するならば、それは、尊厳なるべき個々人を侮辱し、名簿ならしむるもので、民主主義の精神に反すること、これ以上はないのであります。すなわち、言を変えて言えば、これこそ民主主義の敵であり、非常なる罪悪であります。かように考えますと、各個々人が、より、 自己の完成を眼球する意欲の上に自由と平等なる社会状態を希求するのが民主主義の理念であってこれが一切を助長するものであらねばなりませんこのことは申すまでもなく仏法の根本精神でかくてこそまた仏法の弱高度は建設されるのであります日蓮大聖人のご精神もここにあるのでありまして 一切の個々人を完成せ「しむる」には真実な消防をもってけどうし方便や誤った教法非科学的不合理的なる一切の宗教を否定して名望なるものを一掃しようとするにあるのであります日蓮大聖人の聖者善悪を満たして釈伏をする愚教こそ今日最も正当なる法規として理解され仰がねばならないと思います